ークを支える忍者。2年前まで1軍に定着していなかった矢野正也内野手が今季、広島のショートのレギュラーとして欠かせない選手となりつつある。入団時から守備力、強肩はチームでもトップクラスと評価されていた。だが、打撃が課題、足は速い方でも特別速いわけではないという評価も付け加えられていた。昨季序盤からショートの守備がため、代走として1軍に定着した。出場数、打席数はほぼ前年の2倍。ショートとして出場した試合は前年の12試合から83試合に増え、代走での出場も前年の9試合から26試合に増えた。実戦での経験によって、荒々しかったプレーに落ち着きと柔らかさが出てきたように映る。矢野自身、昨季の経験が今季の落ち着きに繋がっていると感じている。相手選手の打球を受けてきたことで、この打球ならアウトになるという判断ができるようになってきた。昨年までは自分に余裕がなくて、慌ててしまっていたところもあった。だけど、今は打球が飛んできても冷静だし、走者を視界に入れながら守れている。成功も失敗も含め、経験が矢野の血肉となっている。11日西武戦の5回には、センター前ヒットから2盗、3盗を決めた。試合前からデータや傾向などは伝えられていたとはいえ、あれだけ思い切ってスタートを切ることは簡単なことではない。成長を見守る新井監督は、矢野のプレー面以外の姿勢を高く評価する。もちろん守備、走塁も素晴らしいんですけど、そこに至るまでの準備。徹底した準備と予測。そこが彼の最も秀でたところだと思います。準備を万端にして、試合で細かいところをついていく。試合に出ながら相手にとっていやらしい選手になってきていると思います。令和の忍者とは、あなたのことです。カープの歴代ショートは盗塁できるイメージが強いですね。すぐに億稼ぐだろう。菊池がチームの先輩で本当に良かった。オールスターに出場できる可能性も現実味を帯びてきたな。器用だからスイッチヒッターやってもらいたいけど、今の時代難しいかな。松本スカウトいい選手見つけてくるね。近本、走ってないみたい足狙っちゃえよ。おう。一番忍者に近い選手。守備でも初速速い、チャージもすごいから内野安打にすることが難しい。ぜひひとたびは侍ジャパンメンバーに、世界に矢野の守備を見てほしい。目指せ盗塁王、矢野期待してますよ。昨日初めて見たがいい選手ですね。広島の二遊間は盤石になりそう。広島はショートの育成が上手すぎるあまり、ショートで困る期間はないし。打撃は粘り強くて、守備が上手くて足も速い、相手からしたら相当嫌な選手だろう。もはやレギュラーは間違いない。なんだかんだで、キャンプの時も一番遅くまで練習していたみたいだし、上手くなりたい気持ちも強いと思う。身体能力もさることながら、野球脳も優れている選手だよね。気合を前面に出すけど、頭の中はクリアなんだろうな。